2人でやりたいことを共有していくことで相乗効果が生まれて、お店も開くことができました。自動車部品の工場で働いていて、で夜とか休日にユキコのカフェの手伝いをしています。1年ぐらい前からお店とかを探して、で自分たちでリノベーションして楽しみながらお店を作れたので、まあ、今後いろんな人に利用してもらいたいなって思ってます。お店の食材はメインが海玉のもので、なるべく地産地消を心がけてます。新鮮な野菜、朝採れたものとかが直売所に並んでるので、それを加工するのはやっぱり甘みが違いますね。お客様に美味しかったよ、また来るねって笑顔で帰ってもらえるのが嬉しいです。休日は手作りのアクセサリーや小物を持って行ってお客様に見てもらったり、ワークショップで体験してもらって楽しんでもらってます。ユキコとの出会いは、僕が SNS でテニスのサークル立ち上げて仲間に入ってくれたんで、そこが出会いになってます。いろいろやっていくうちにお互いなんか大切なものを見つけたというか、ずっと喧嘩したことなくて、この人との相性はやっぱりいいのかなって思います。ジョー君の両親はすごく気さくな人たちなので、ジョー君抜きで3人で出かけちゃったりとかもするぐらい仲良くしてもらってて、お店始まってご両親の協力がなかったらできなかったことだろうなとは思っています。本当に一生懸命何事もやってくれるので、そういった姿がとても好きです。僕のやりたいことを応援して、で一緒に手伝ってくれるっていうのがとても感謝しています。これからも多分お互いがこれいいよねって言うと一緒に考えてくれたりとか意見が出たりとかすると思うんです。プラスになることが無限大だとは思っています。